皆さんこんにちは、すずちゃんです。今日はですね、今日もですね、100均パトロールをしてきました。はい、ということで今回も一個ずつちょっと紹介していこうかなと思います。はい、では今日は100均パトロールしてきたよということで、今回行ったところはセリアでございます。ですね、ちょっと皆様、セリア最近ちょっと発売されたもので、私もちょっと目つけてたんだけど、私が行った日には売っていなかったものがあって、ガラスペンがセリアにね、私が行った2日後ぐらいに出始めたっぽくて、うわー欲しかったって思ってたんだけれど、まあちょっとね、セリアさんってやっぱデザイン可愛いものが多くて、まあ、ガラスペン多分置いてなかった、私が行った日には。うん、だけどまたちょっとね、パトロールしてガラスペンが買えたら買いたいなと思っておりますゆえ、また買ったら紹介しますね。じゃあ今日は、何を買ったかっていうと、カンカンでございます。カンカン2つ、可愛くないですか。こういう人がいる中もね、ちゃんとこういう風に入る奥行きのあるカンカンなんですけれど、いや、シール入れにいいだろうと思って買ったんですよ。で、実際にね、こっちにはもう入れてあります。はい、こっちは鳥さんの絵が描いてある、はい、ものなんですが、中にはね、100均に、またこちらも前に買ったシールちゃんたちを入れておりまして、はい。人物シールですね。こういう感じで置いといても可愛いし、閉じてても可愛いし、ね、すごい可愛らしいなと思って購入しました。はい。じゃあ、カンカン2つね。で、私が買ってきたもの、シール系の前に、こちらも買いました。はい。もうすぐ季節的にハロウィンがあるっていうことで、これね、蜘蛛の巣になってて可愛くて、と思わず買っちゃいました。よいしょ。いや、何に使うんっていうのはちょっと聞かないでいただきたいんだけれど、できればね、本当ファイルを作りたい精神ではいるんだけど、こういう感じで蜘蛛の巣になってて、ここに蜘蛛がいて、めっちゃ可愛くないですかこれ。なんかね、色も2種類ぐらいあったと思うんだけれど、この白を購入いたしました。いや、マジでちょっとファイル作ろう、もう忙しすぎて作ってなかったけど、いや、ちょっとね、作りたい欲が思わず出ちゃった代物でございます。はい。で、お次、これもね、そのハロウィンコーナーにあったもので、ペーパー、デザインペーパー、コラージュペーパー12枚入りっていうことで、ちょっとハロウィンの季節っぽい感じの柄なんですけど、私はこのお化けに一目惚れをしまして、このお化けちゃん可愛くないですか。はい、このお化けちゃんに一目惚れをして購入をいたしました。はい。で、これもまたハロウィンなんですが、これがシールですね。で、最終的なものになります。こちらですね、かぼちゃのシールでございます。ハッピーハロウィンということで、21編4シート、21種類のシールが4シートあるということで、84ページありますね。はい、結構可愛いもの買えたと思う、今回の100均も。はい、ちょっと最近ね、100均でパトロールしすぎですよっていうね、警告音がビービービーとなってしまいそうだけれども、だって可愛いものいっぱいあるんだもんでもまたパトロールしてきて、ガラスペン売ってたら本当に欲しいなって思ってます。まあ、こんな感じでちょっとね、今回はさっくりと、はい、買ったものの紹介でございました。ちょっとハロウィンも近いのでね、ちょっとコラージュとかもそろそろ動き出さなければならないですよっていうことでいや、絶対ハロウィン過ぎたぐらいに作るんだろうな。うん、まあそんな感じで今日は本当にさっくり動画でございます。うわ、
本当に昨夜ね、7分しか経ってないじゃん。7分も経ってないじゃん。はい。いや、でもなんかこういう感じでおすすめのあのシールとか、あのおすすめのこういったあのデザインのもの、おしゃれなものとか、あのぜひともぜひとも教えてくださいということで、本日の動画は以上でございます。ではごきげんよう、すずちゃんでした。おまけ、ちょっと動画が短くなっちゃったんで、ちょっと早速ね、さっき買ったシールたちをちょっとつけてみました。これもともと前に私が作ったJavaファイルでございます。はい、いっぱいシールが入れられる Java ファイルなんですけれども、ここにね、見てください、さっき購入したクモの巣、こういう感じで貼り付けてみました。で、さっきのシールとかもここに並べて貼り付けてみました。結構可愛くないですかね。あのもう作ったことあるあの製品にあのどん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 物を追加、確かにこのレースも追加したやつなんだよね。どん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 物を追加していく方式で、こんな感じでデザインがどんどんうるさくなっていっております。はい。こんな感じ、いかがでしょう。これが私の過去に作った Java ファイルでございました。ちょっとだけ追加してみましたという動画でございました。うん。ここにあのフレークシールたちを入れて、こういう感じで入れて使っておりますよっていう感じの、こういう感じにね。うん。ガバッと開いていいでしょ、これ。はい、っていう感じで。で、あの、ここの角っちょの部分は、前にハルさんで購入したやつを、ここにつけてみております。ね、おしゃれだよね。なんか、これがあるだけでなんか高級感が増す気がする。本当はここにもつけたいけれどさ、ちょっとレースつけちゃったから、つけれなくて。でもなんか可愛いね。うんうん。はい、いい感じでございました。はい。ということで、はい、これでおまけは以上です。ごきげんよう。いいねとチャンネル登録お願いね。